杉山城は埼玉県引郡嵐山町にあった日本の城。別名は八0狩城。一の川左岸の山の上に築かれた山城である。追記あるじは不明。地元豪族の金子門戸の築城によるとの伝承はあるが文献資料には現れない。従来、縄張りが極めて緻密で巧妙なため、豪法城市の時代に増築されたものではないかとの。 見方が有力であったが、発掘調査に基づく考古学的な知見からは、山内上杉氏時代の城である可能性が非常に強くなってきた。この縄張りを主とする城郭史的観点と考古学的観点の見解の相違を杉山城問題と呼んでいたが、後に発掘調査を裏付ける文章の提示により、文献史学的観点を含めた見解の相違へと進化している。 2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。2008年3月28日、すでに国の史跡に指定されていた菅谷館跡に松山城跡、小倉城跡とともに杉山城が追加指定され、引城艦跡群の名称で一括して国の史跡に指定された。基本的には、狂とそれに伴う堀やンのほか 井戸跡の遺構が確認されている。2002年から2006年にわたって、トレンチを用いた範囲確認調査が5時にわたって行われ、遺構面は1面のみで、時期差を伺わせる相違は確認されなかった。本格で、土お及びそれに伴う溝、本格の東国王に平坦な石を用いて石列が作られていた。東国から内へは、のに広がる構造になっていて、 1> 幅1.8メートルの石積みが確認された。石積みは43センチメートルの高さで残っていた。東湖王の西側には石積みを崩したことによって発生したと考えられるつぶてが多量に検出された。本格から南側へ、この地上に張り出した先に西向きに南湖王があって赤列が確認された。引き橋が西方向に、 井戸角へ向かってかけられていたと考えられる。本格南湖行の対岸にあたる井戸角の東側部分には8メートル6メートルの長方形で周囲との飛行差1.2メートルの大乗移行が確認された。東側の堀に平行に柵内市柱の跡と思われる穴が検出されている。南にの車では南湖行に関連する施設の跡と思われる穴が2基、 確認されている。建物跡は確認されなかった。南山の車でも建物跡は発見されなかった。部分的であるが、石敷状上に、つぶてが敷き詰められている状況が確認された。出土遺物については、以下のものが確認されている。百五十九点の遺物が確認され、うちその捕獲儀十八点、鈴り1点、いたび点、活つ壺八点。 在地産コネバチ5点、石臼4点、生地皿3点、白地皿3点などが出土している。これらの異物の相当量が二次比熱を受けて、2535点に上る、焼けた壁土の破片や炭化物と共犯する状況で出土した。781点の異物が確認され、うちなどであった。107点の異物が確認され、うちその他生地皿1点。 白地皿一点などが出土している。杉山城の築城を山内上杉氏によるものとする根拠は次の通りである。さらに近年、足利高本書状を写しに、杉山の人と記されていることが判明し、この書状の原本が天文15年の川越野戦以前の資料であることは、明白なことから、上記の調査成果とも合致する内容となっている。 このような事情で異物から見た場合には、杉山城の築城が、合法城市によるものである可能性は低くなった。一部の縄張り研究者は、そもそも陶磁器のような商品は生産、流通、使用、廃棄まで相当にタイムラグがあり、しかも、杉山城のような前線基地に最新の生活用品を持ち込むとは想定しがたい。また、松山城のように歴史上を明らかに、 戦国末期まで使用された城でも、発掘調査では16世紀中頃までの遺物しか出てこず、最新の生活物資を伴わないような城の使われ方が存在した可能性があることから、部分的な調査の出土遺物で年代を決めることに、対し慎重な意見もある。時系列で見ても、戦国前期の相模、武蔵地域の城の縄張りは、総じて単純で、 杉山城のものに類似する城はなく、ご宝城市の滝山城の古行に類似していることを呼び、車から小事もしくは J に張り出しを作って、正面は土塁で固め、側面に出入り口を設けて、防御を強化した引き型古行の形成過程をたどると、15世紀末16世紀、初頭の他の城との技術的相違が見られる。さらに、杉山の人と杉山城の構造は、 当時の人のあり方にそぐわず、両者をイコールとは、必ずしも言えないことから、後方上氏の築城の可能性を主張する。しかし、一方では縄張り研究者も縄張りから、追記主体や追記年代を推し量ることはできないことを認めている。なお、杉山城について、三内上杉家の火災を務めた、長尾秋田,田の居城であったとする説がある。この説は、 当初、竹井英文が主張し、竹井は後にこの説を撤回したが、一方で、黒田元木が再びこの説を主張している。ありがとうございます。